い、毎日学習会の林です。工学者の若です。よろしくお願いします。今日は東洋大学の、編入学、転入学、社会人編入学、社会人転入学、入学試験要項ということでやっていければなと思います。よろしくお願いします。東洋大で、社会人の定義とかっていうのはかなり他の大学によっても違ったりするんで、一通りこう注意してみなきゃいけないんですけど、出願資格ですね。あとはやっぱり TOEIC が450点以上ってのは割と多いですね。で、変わったところとして見ていくと、配点がちゃんと公開されてるんで、それ見ていくっていうのはかなり大事で、プログラミングとかそうなのちょっとないんですね。で、書類選考、面接、小論文、論文、筆記っていうふうにあるんですけど、編入学とか転入学だと、これ見て日本人だっても外国の方でもそうなんですけど、やっぱりその行きたい学部、学科に関してのその元々の知識がどれぐらいあるかっていうのは結構問われることが多いんですね。それはその上智とかでもそうですし、他の大学でもそうなんですけれども、やっぱりそういうところをすごく見られることが多いんで、そこをある程度ちゃんと理解した上でやらないと結構きついかなっていう感じはします。とか、あとは、そうですね、質問書類とかの話をすると、社会人になってから受けるっていうところの話で一通りちょっとお話をしたりとかすると、あと編入学、転入学とかでもそうなんですけど、やっぱりこうその長い文章を書くとかそういうことからもうだいぶ離れてて、そういうところからして苦手って人もいれば、逆にもともとそこの学部学科にすごく興味があって、本とかもすごく読んでいて背景知識もすごくあるって人、両極端にいると思うんですよね。でそれぞれにやっぱりこう関して考えなきゃいけないところがあって、やっぱり文章を書くのが苦手とか、もともと書いてこなかったって方に関しては、あと志望理由書とか課題レポートとか、そういうのをこうかなりしっかりやって合格するような大学って、どちらかっていうとやっぱり本番試験があってそれでやるっていう形の試験になってるので、結局その自分が書ける形にしなきゃいけない。でその自分が書ける形にするときに、こんなに小論文課題やらなきゃいけないんですかとか、毎日学習会あるとそんな通りもう毎日じゃないですか。だから毎日課題やらなきゃいけないわけですけど、その毎日課題やらなきゃいけないっていうことに対してやっぱりうんざりしちゃったりとかすることって結構あると思うんですよね。なんだけど、そこの部分でやっぱりうんざりしちゃうと、なんていうのかな、なかなかこうさ、次こういけなかったりするじゃないですか。だからそこの部分でちょっとうんざりしちゃわないようにするって大事で、やっぱ大学入試なんで甘くないんですよね。やっぱりちゃんと勉強しないと合格するっていうことは基本的にはやっぱりできないので、そこをまずちゃんと考えていくっていうことが、発想としてはやっぱりすごく大事かなと思いますね。そんなに甘いものじゃないっていう認識をまず持てるかどうかっていうのが非常に大事だと思うので、ちょっとそこの部分は考えなきゃいけないかなっていうふうに思います。あと眞子さんなんかこうそのいろんな人からこう話聞いてて、実際社会人入試の方って結構その勉強する時間とかもなかったりして、ちょっと課題があってもこんなにやるんですかみたいな感じにこうなってしまいがちなんですけど、眞子さんも一回他の大学入られて、それから入学されたっていうところで、社会人入試に力の経験をされたのかなっていうふうに思うんですけど、その時もこう自分の体験とか、その時の自分に言いたいこととかも含めて、なんかこう言うべきこととか言いたいこととかありますか？なんかあったらさ、なんていうの、私思うのが、大学に入ってから他の大学に入り直そうとかって思うとさ、なんか受験勉強舐めちゃうところがあるんだよね。気持ちわかるでしょ。一回入ると、一回入っちゃったから大学に、なんかその高校生の時の本当にもうさ、落ちたらどこも行く場所がないみたいなさ、そういうその切迫感みたいなものっていうのは基本的には持ちにくいんですよね。でその時にどういう風にその切迫感を持つかっていうのは結構割と大事な部分なのかなって思っていたりして、そこをどうです？なんかその切迫感を持つっていうのはかなり正直大変なんじゃないかなっていうのは思ったりするんですけど、どうですか？私の場合、タイに帰りたくないっていう気持ちをバレーになってたって、
編入学とかの方も多分そうだと思うんですよ。だから元いた大学にいたくないとかっていう気持ちがどれぐらい強いかとか、社会人の方に関しては結構難しくって、もうその社会人入学される方って結構その校内に名を遂げてる方が多いんで、そうするとこうなんか難しいんですよね。こう私社会人入学の方今何人か教えてるんですけど、結構皆さん立派な経歴をお持ちで、やっぱりお金もすごく持ってらっしゃるみたいな人がすごく多くって、でそういう方って大体忙しいんですよ。でやっぱり付き合いもあるし、なかなかやっぱり大変で、そこでだけどやっぱり勉強する時間っていうのをやっぱりしっかり取らなきゃいけないっていうところがあるんで、まあだって日々の生活に窮屈としてる人はさ、社会人で大学もう一回入ろうと思わないじゃないですか、っていうのはあって、そこの部分はすごくあるんだけど、ちょっと考えなきゃいけないかなっていうのはやっぱりあの日々思ったりしてる部分ではありますね。なのでちょっとそこをまた改めて考えてみていただけると、それだけで随分違うと思うので、舐めちゃいけないってなりますよね。そこをちょっと認識しながらやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE のあのアドレスがありますので、ぜひですね、あの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あとあの希望の方にはね、あの10日間無料であの添削だったりとか相談だったりとか、あの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。